よっしゃ、行くぜ。スーパーサイヤ人。あっちの島行くか？乗せて。あれ？ここを、が、まだだな。ね、ここまだやね。こっちは？また別？ここか？ちょ、待ってね、またなんかあれ狂いだしたよ。殺してください。猫社員チップ、この猫社員チップどこにあるかわからんかったやつやね。でも残り1個なんよね。そっかそっか、残り1個の猫社員チップが、これもしかしてさ、これ、キラーで、どっか破壊できる壁があったりとかせん？なんかそういうのありそうじゃない？ちょ、怖いんですけど、やめてくれる？で、それで、そこに、猫社員チップがあるとか。ん？なさそうかな。怖い。こんやんけ。これよ、これ。引きつけてからのか。キラーさん。一応こっち来て。こっち。これ。で、これ。何、どこで爆発しやがった、おい。どこで爆発したんだよ、おい。ん、これは、これはあれか、クッパジュニアにやってもらうやつやね。鈴木たー、しかしそうじゃなくってさ、まあ、次の島行きますか。別の島へ。ここ目覚めよ、ギガベルしかないところか。これ何？ハチ。あ、そういう感じ。これでハチってどこに行くんだ。殺せよ。音、痛い。違う。とりあえずでかくなっとこ。対決猫ブンブン。猫ブンブンどこ？上？ちょ。この中か。対決猫ブンブン。このコロッセオの中ってことやろ。おそらく。来たー、ね、顔燃えてる。頭燃えてますけど大丈夫。対決しよる場合じゃない感じやけど。あれ、ちょっと待って、クッパジュニアがやっつけよる。なんか新鮮やね。味方じゃねえのかって感じよね。よいしょ、キー。あと1回かな。あー、やめてくれ。クッパジュニア、もうちょっと攻撃してくれていいよ。どこ？よっ、よっしゃー、行ったでー。イエーイ、キャット社員ゲット。これで14個目。この島はこの1個なんよね。ん、あそこにかけらあるぞ。ん、そこにもあるな。とりあえず、まあ、見つけたやつ、見かけたやつを取っていって、あ、ウサギが現れた。
とどっから、ここから、あ、そこに、よいしょ、はい、ここにとりあえずチップ1個、猫にならんといかんのやね。はい、よいしょ。で、この周りに1個、あ、あそこに取っておきますか。これは一体これでどこに飛ばされればいい？あっち？あ、あんなところに、あんなところにもかけらがあったよ。あそこさ、なんか木の上になんかない？あるよね。あれはなんだ？いいよ。これで2個目。そして、なんかめっちゃ光り輝きおる。あれ、キャット社員じゃね？なんか地平線の彼方みたいなとこにあるけど。あれ、キャット社員よね。ここで東大からまたまたお知らせです。怪物の吐く強力な熱線は何かの影に隠れれば避けることができます。熱線！ふんふんふん。そういえば、熱線でしか壊せない硬いブロックもあるみたいです。あ、なるほど、そういうこと。キラーじゃなくて熱線なんやね。もっと早く教えろよ。待って、戻ってしまった。よいしょ。じゃあその熱線がさ、いつのタイミングで来るかちょっとわからんけんさ、どうしようもないな。そしてあそこの、あそこめがけて飛ばしてもらえばいいんやね。よいしょー、はい、行こう。こっち向き、これでパッ、よっしゃー、取れたー。うん、いい感じ。いい感じやけど、そのまんま、そのまま飛んでしまった。この辺なんか周りとかにありそうじゃない？かけら。あ、あった。これでこの島も、あと1個だな、かけら。あ、もしかしてその残り1個のかけらが、さっき出たあのウサギか？ね、そういえばウサギの存在忘れよったわ。めっちゃ光り輝きよる。超絶光り輝きよる。おぉ、びっくりした。え、逃げるんだけど。マジで？逃げないでくれ。待ってくれ。ずっとまっすぐやったらそのうち追いつけるんやけど、よっしゃ、ふう、イエーイ、北のウサギを捕まえて、キャット社員、猫社員を15個集めました。ギガベルから声が聞こえる。怪物が現れし時我も目覚める。ふう、これで次にクッパが現れた時いけるわけやね。え、ここ？え、ここやっけ？あれ、猫ちゃん。遺跡のギガベル。ん？ここか？なんか別のとこのような気がし。いや、ここかな。あ、来たんじゃない？来たんじゃない？来たよ、来たよ、来たよ。おっしゃー。ナイスのタイミングやね。え？あのちょっと巨大な三毛猫も悪くなるんやね。マジか。よっしゃ、これで2回目の直接対決来たよ。よっしゃ、行くぜースーパーサイヤ人。確実にスーパーサイヤ人やろ、後ろ姿ね。ねえ、怖い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 。
れさ、なんか足元のヘドロみたいなやつは、いや今踏んだけどどちらかといえば踏まん方がいいかな。いや無理だな、それは。あ、踏んだら遅くなるみたいですよ。なるほどね。吹っ飛ばさねえ。嘘、めっちゃ遠く行ったじゃねえか。いえー、炎が。そして後ろからガッガッガッと。いやあ、来るよ来るよ来るよ。よけれた。あ、待ってくれ。うっしゃ危ない。起き上がるところやった。いける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 よ。あー、これは待って、もう一回もう一回。よしあっという間に復活。あ、これまた来るよ。吹き飛ばせた。あれ、まだ体力もっと結構残ってなかった？もうそんなに減らしたっけ？まあでもとりあえずやっつけれたっぽいっぽいかな。また去っていくか。あと何回ぐらい戦うんやろ。なんで逃げるんだよ。だけどお父さんって逃げるのもうまいよな。本メール。ギガベルがまたエノブで汚されちゃったから、もっと猫社員が必要だ。そういえば行ったことがある島にまだ残っているかも、とクッパジュニアは伝えたいようだ。次は20個か。目覚めをギガベル20個。ん？これは何？同じ場所でもまた封印されて、20個集まればどこのギガベルでも封印が解けて、そこで戦えるってこと？そういうことか。なるほどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あ、でも次20個ってことはあと5個でいけるんか。結構楽そうかな。まだ行ってない島もいっぱいあるしね。